K 様、LINE からのね、質問を、K 様から、K 様というか K さんからね、お伺いしまして、リラクゼーションのね、求人を探、まあ、見ていてということで、まあ、あのリラクゼーションの、お仕事をしたいということなんですけども、で探していてね、さっぱりわからんと、どこがブラックですかと、どこでブラックを見分けたらいいんで、求人から見分けたらいいんですかということなんですけども、それについては求人広告では分かりませんということですね。ほんでね、リラクゼーション、まあ、マッサージとかそういう、まあボディケアとかね、そういうところに働かはると思うんですけども、そのなんていうんですかね、そんなにね、体力的にすごくしんどくなるようなね、仕事ではないというか、その揉んだら揉んだだけそのしんどさはあるんですけども、大体がね、あの歩合制というか、その請負制なんですよね。請負制になってて、例えば60分の施術をしたら、自分に1800円入ってくるっていう形になるんで、やればやるほど自分がこう儲かっていくっていう形になると思います。だからそれよりもね、お店が流行ってるかどうかの方が大切やと思いますね。で、こう待ち時間はお金は発生しないんでね、その時間何をするかっていうことと、あまりにね、あのお客さんが少ないところやと自分のお金が儲けることができないんで、技術をそこで学んでしまえたら、あとはこうちょっと流行ってるというか、しっかりお客さんが回転してるお店に行くっていうことが大切かなと。やっぱり揉んでなんぼやと思います。施術してなんぼ、一人でも多く施術をして、自分の技術を高めてね、ほんで最終的に独立したいのであれば独立する方向へ持っていく。で、お店に入ったらそこのお店の技術とか接客とか全てを全部をもう自分で吸収する気持ちで、ほんでその店の中でナンバーワンになるような気持ちでね、やっていただければいいかなというふうに思います。ということで、ちょっとねブラックがどこかっていうか、基本的にそんなブラックでややこしいところはないと思いますし、もしそういうところがあったらすぐ辞めればいいんですよね。辞めて違うお店なんぼでもあるんで、それで探していただければいいかなというふうに思います。ということで今日、ブラックはどう見分けたらいいかということの質問について、お答えさせていただきました。どうもありがとうございました。